はい、どうも、久大輔です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースの試合を振り返っていろいろお話をしております。ということで、今日からですね、東京ドームに移って、巨人との3連戦ということで、まあ今2位のですね、阪神と3位の巨人ということですね。まあヤクルトは今1位にいますから、ここになんとか離されないようにするためには、やっぱりここ、勝っていかないといけないと。まあそういうですね、まあ首位攻防ではないんですけどね、首位はヤクルトですから、首位攻防じゃないんですけど、まあ優勝に向けては落とせない。まあもう、どの試合も落とせないんですけど、あと二十何試合ですから、もう全部勝っていかないといけないんですけれども、まあ特にですね、まあ優勝争いしている相手のチームということですから、ここはね、やっぱ勝っておきたいということですね。で、まあ試合振り返る前に今日2軍がですね、優勝決めましてですね、まあ2軍ですからね、優勝しようがあまりね、まあ関係ないといえば関係ないんですけど、まあまあ、まあ負けるより勝った方がいいわけですしね、2軍だってまあね、試合の中でこう選手が育っていくわけですから、当然ね、優勝を争いをしているということは2軍がですね、まあ、なんていうんですかね、チームがいいということですから、そこでね、で、こう活躍してる若手もですね、まあ伸びているというふうに考えていいんじゃないかなと思います。まあもちろんね、1軍半みたいな選手、ほんまやったら1軍にいないといけない選手が2軍でガンガン出てるっていうのももちろんあるんですけどね。まあね、高山選手のあたりはですね、もう毎試合のように出てましてですね、ちょっとね、その、今1軍でね、外野がね、その、いわゆるサンズが不調で、佐藤が不調でですね、まあ糸井もいまいちとかね、ヨーカーもいまいちとして、こうね、誰を外野で使おうかって悩んでる時に高山の名前が上がってこないっていうのはちょっとね、寂しい限りかなというふうに思います。今2軍で打率2割ぐらいですからね、やっぱちょっと今、高山選手あたりも、まあちょっとね、早めに復調して、いざという時、こういうね、その、あとちょっとで優勝やいう時の、この今、いざという時に、こう、力にですね、なってくれないといけない選手なんですけどね、ちょっとその辺も、まあ気になるといえば気になりますよね。毎試合1本ぐらいヒット打ってるんですけどね、どうも率が上がってこないんですよね。やっぱり2軍でね、3割ぐらい打って、早く1軍に上がってきてほしい選手ではありますよね。はい。2軍ではね、境田捕手がね、着実にこう力をつけてるなっていう、そんな感じ、もしますし、あと、ベテランのピッチャーもね、岩田とか中田とかね、まあ、この辺もまあ、打たれたりもしてますけれども、今日もね、打たれてましたけど、まあ、2軍でね、今、活躍、投げてますから、いざという時に1軍に上がってきて、最後ね、優勝争いっていう、もう最後の最後っていうところで、こう、力をですね、少し貸してもらえたらありがたいなって思ったりもしております。はい。ということで、まあ、2軍はね、今日優勝決めたということで、まあ、問題1軍なんですけれども、今日はですね、巨人の方がメルセデス投手ということですね。で、巨人の方はね、今、先発5人で回してるんですね。無理やりね、中4日とか5日で無理やり回してる感じですから、そのうちね、疲労が溜まってきて、ピッチャー崩れていくんちゃうかなと思って、出るんですけどね、まあ、おそらく残り試合数を考えてですね、まあ、なんとかこうね、走り切れるやろうっていう、そういうことだろうというふうに思います。で、阪神の方は今日はですね、西投手ということで、ちょっとね、一回ローテーション飛んでどうかなと思ったんですけど、まあ、結果的に今日はですね、西投手もメルセデス投手も両方いまいちっていうことで、両方とも早い回でですね、マウンドを降りましてですね、で先発ピッチャーが崩れると試合がもつれるっていう、まあ、その典型みたいな今日試合になりまして、ですね。まあ、先制したのは阪神なんですけれども、今日ね、打順を戻してきましてですね、ずーっと言ってたし、まあみんなずーっと言ってたんですけど、マルテ3番の方がええやろうっていうふうにですね、言ってたんですけど、今日ようやくマルテを3番に戻して、4番大山という形にしまして、それで1番から、近本、糸原、近本中野ですね、近本中野、マルテ、大山って、5番に糸原、で6番サンズ、7番、佐藤っていうですね、こういった打順に戻してきまして、まあメンバーだけで行くと、ほぼですね、開幕と同じ、メンバーに戻してきたっていう感じですよね。まあ、並びがですね、まあ、開幕は5番サンズだったんですけど、糸原を5番に入れてですね、っていう形で持ってきまして、でやっぱりですね、まあやっぱりなっていう感じですけど、やっぱこっちの方がね、流れとしては良くなるっていう、もう見てたら分かりますよね、やっぱりマルテ選手が3番の方が生き生きしてますから、4番はもう誰が入ってもね、今ちょっとしんどいなっていう感じで打てないと思うんですけど、マルテ選手が3番に入ったことによって、やっぱりどう見ても打線の流れっていうのはですね、良くなったっていう感じですよね。今日もね、マルテ選手、ね、ホームラン含む3打点の活躍、先制点もね、マルテ選手のですね、まあヒットですよね。1番の近本選手が内野安打、まあこれエラー臭いですけどね、巨人の吉川選手がファーストに悪送球みたいな感じで、まあ内野安打でありましたけども、まあまあ相手のミスですよね。これで出塁をしてですね、で中野選手がデッドボールっていう感じで、だからメルセデス投手いまいちだったんですよね、立ち上がりからですね。まあもちろんこの近本選手の足を警戒してっていうこともあると思うんですけど、まあ、そのね、吉川選手もちょっと慌てたのは、近本選手が足速いからっていうことはね、もちろんあると思うんで、やっぱり足速いって武器やなっていうふうに思いますよね。ということで、ファーストに、近本選手が出て、で、ちょっとメルセデス投手がですね、近本選手を気にしながらですね、投球して、なんかすっぽ抜けて中野選手に当ててしまってですね、で、これで、一塁二塁と。
で、3番にこう、マルテ選手がいてですね、やっぱここがやっぱり、一つのポイントですね、早速ここでタイムリーヒットが出るんですけど、これもね、その、セカンドランナーの近本選手を気にしながらね、投球して甘く入ったところをこう、見事捉えたっていう感じですよね。で、まあ、3番に入ってですね、マルテ選手は無理にですね、こう、初球から何でもかんでも振り回そうっていう感じではなかったですね。今日も初球2球目、確かね、ストライク取られたんですけど、結構際どいいい球をですね、投げてこられたんで、これはもう落ち着いて見逃してですね、まあ打てる球来るまでじっくり待って、ボール球は見極めて、際どいところはファールで粘ってっていう、まあそんな、まあ本来のですね、マルテ選手のバッティングに戻ってるのかなというふうに思います。で、最後ね、甘く来たところね、これもセカンドランナーの近本選手が気になりながら投げて、ちょっとね、手元が狂ってですね、ボールが甘く入ったところを、見事に捉えて先制のタイムリーヒットと。で、この後、なお一三塁でですね、この後、大山選手が、ダブルプレーを打ってもう一点入るんですけど、まあね、なんかこの辺ですけどね、まあもちろんね、その、もちろんこれはヒットとかホームランが出れば一番いいんですけど、今そういう調子がね、あんまり良くないということですから、なかなかそのヒットホームランっていうのはね、期待はなかなか難しいかなと思うんですけど、でもやっぱりこういう風に並べたことで、アウトでもやっぱ点入るって、やっぱ流れがね、やっぱり良くなってますよね。まあ、このね、ダブルプレーは打点にはなってませんけれども、次のですね、チャンスの時満塁で回ってきて、ここで、センターに犠牲フライをですね、見事に打っていますから、やっぱり、この並びの方がですね、ヒットにならなくても点は入るのかなっていう感じですからね、やっぱりどう見てもこっちの方がいいですよね。はい。で、まあ、あと気になるのは5番の糸原選手がね、ちょっと気になるんですけどね、糸原選手5番に置いてるとちょっとね、あ、これも良さが生きないかなって思いますから、やっぱもうちょっと下位の方でですね、打たすと、やっぱり5番はサンズとか佐藤とか、この辺はやっぱ置いておいた方が相手からしたら嫌かなっていうふうに思いますから、あとこの辺の微調整ですよね。この辺をどう使っていくかっていうところですけど、まあ、とりあえず3番マルテはですね、どう見ても今日見てるとこっちの方がいいなっていう感じですから、まあ、しばらくこれでいくんちゃうかなというふうに思いますけどね。はい。ただまあね、今日ヤクルトは勝ってましてですね、巨人もですね、この3点差追いついて逆転するんですけども、やっぱりね、巨人もヤクルトも4番がですね、活躍してるんですね。今日も、ヤクルトの4番村上選手も、巨人の4番岡本選手も今日スリーランホームランをですね、打って、で、こう打点稼いでですね、チームのね、やっぱ流れを良くしてるっていう感じですね。今日ね、ヤクルトその、中日の大野投手相手に勝ってますからね、僕ちょっとね、今日大野投手やから、まあなんとかね、ヤクルトに勝ってくれるやろうと思ってたんですけど、大野投手でも今ヤクルト打線止めるの難しいっていう、そんな感じですよね。特に村上選手ですよね。で、だからこの辺がね、ちょっと違うところですよね。阪神、今日4番大山でしたけどね、チャンスで回ってきましたけども、まあ、打点はね、点数は稼いでるんですけど、ダブルプレーの間に1点、取って、で、次の時は、犠牲フライで1点なんですけど、ここで、ヒットなりホームランが出るようになってくればね、いよいよその、打線も上向きなのかな、というふうに思いますね。ヤクルトと巨人はその4番でね、チャンスで回ってきた時に、ここでもうホームランが出るっていう感じですから、やっぱね、点数になりますよね。はい。まあ、ただまあ、昨日までよりかはね、今日の方が点数もたくさん取ってますし、どう見ても流れも良くなってますから、しばらくは今の形でね、行ってほしいな、というふうに思います。で、まあ、これ3点取るんですけどね、ほんでこれ西投手が投げてますから、あとはこれね、西投手が5回、6回ぐらいまでなんとかね、粘って抑えてくれたら、勝てるかなと思ったんですけども、西投手がですね、ホームラン2発食らうんですよね。で、これもまたね、非常にこう、取られ方が良くないというかですね、3回やったかな、その、相手が早々にメルセデス投手諦めたんですよね。代打出したんですね。大分選手がなんか最近売り出しをね、楽天から来た選手ですけども、ヒットで出塁をして、でうわ、嫌やなって思ってたんですけども、1番の吉川選手がですね、初球ダブルプレー打ってくれたんですよね。あ、これでこの回もまあ、0点でいけるわ、こう誰しもが思ったと思うんです。ダブルプレイでですね、ツーアウトランナーなしになるわけですから。で、これでね、だからこの時点で阪神が要するにね、その3点取って、で、巨人がですね、メルセデス投手に代打を出して、で、代打の選手がヒットで出塁するんだけども、1番に帰って吉川選手がダブルプレイを打つっていうですね、流れとしてはこれはもう阪神やと、巨人は、そのね、むざむざと流れを相手に渡してしまうようなことをしてるわけですから、これは今日はね、何としても取らないかなと思ってたんですけども、この後、ダブルプレイでツーアウトランナーなしになった後に松原選手にフォアボール出すっていうですね、このあたりがちょっとね、西投手からしたら、まあ、考えられないような普段のですね、西投手からやったら、これも絶対ダメなフォアボールですもんね。で、こっから結局ね、坂本選手にヒットを打たれて、岡本選手にスリーランホームランで同点になると。さらに亀井選手に打たれて、で、丸選手に、ツーランホームラン打たれて、もう5失点っていうですね、ことになるんですけどね、この辺がやっぱりちょっとね、今日の一つポイントかなと。まずその、松原選手のこれフォアボールが良くないですよね。これ絶対フォアボール、もう打たれるんやったらまだしもね、フォアボールこれ絶対良くないところ を出してしまったっていう時点でね、この時点でもう西投手今日あかんなっていう判断やっぱり早めにするべきやったと思うんですね、矢野監督は。結局
局5点取られるまで引っ張って、で、次の回からもう変えるわけですから、それやったらもう一歩早く変えた方がですね、引っ張るんやったらもう5回、6回まできっちり投げてもらわないといけないね。中継ぎを温存するためですよね、長期戦を戦う上では。そんなに毎試合のようにですね、先発ピッチャー3回、4回で変えてたら持たないから、もう、引っ張るんやったらきっちり引っ張らないといけないし、で、もう、3回で変えるんだったら、もうね、明らかにこれはもうあかんなっていうのが見えた時点ですぐ変えるべきですよね。この辺はね、その、まあ難しい采配ですけどね、その結果論でしか物事考えられませんからあれですけど、この辺はだから僕らファンが旗から見てるよりも、やっぱり監督がですね、きっちりと早めに判断をして決断をしてですね、これもプロの命ですよね。プロの監督として素人の僕らではわからないような判断をやっぱりしていかないといけないわけですから、で結果論でいくと今日西投手5失点まで引っ張ったっていうのはですね、やっぱり、ね、この替え時の判断ミスかなというふうに思います。まあ、その直に変えるんだったらですよ。結局その5失点の後次の回に変えましたからね。いや、それやったらもうちょっと早く変えた。失点する前に変えたらよかったのにって、そういうことですよね。ちょっとこの辺がね、少し、やっぱり采配が遅いのかな、ピッチャー答えが遅いかなというふうに、ちょっとその、ね、気になったっていうところと、あとその、配球もやっぱりちょっと気になったんですよね。その、例えば、フォアボール出してしまった松原選手の次、坂本選手なんですけど、坂本選手、インコース打ちすごい上手いんですよね。インコースは高めも低めもすごいびっくりするような打ち方でですね、ホームラン打ったりヒット打ったりしてる、ね、よく覚えてると思いますけども、まあ、データ的にもインコース強いっていうデータ出てんのに、追い込んだ後インコース勝負行くんですよね。これがですね、やっぱりその、なんで得意なところで勝負行くんやっていう感じですね。まあ、もちろんその、ずっと外一辺倒では当然ね、抑えられないんで、中も投げるよって思わしとくのは大事かもしれませんけど、ここはですね、打たれちゃいかん場面、繋がれたら岡本選手ですから、繋がれちゃいけない場面で追い込んでるわけですから、もちろんもう外で勝負行くべきで、まあ、これをね、逆方向にうまく打たれたりしたんやったらまあしょうがないなと思うんですけど、得意なところ投げてですね、それが甘く入って、それをヒット打たれるっていうことですから、これなんでそのところ投げたんやっていう話になる、やっぱなりますわね。で、まあ、で、その、ヒットで繋がれて、次の岡本選手、初球ど真ん中ですよね。ど真ん中に投げて、それは打つやろうっていう感じですね。それは岡本選手舐めすぎですよね。ど真ん中のフォークボール投げてですね、もう、おあつらえ向きというか、もうこれ以上ないぐらいど真ん中ですから、それはもうセンターバックスクリーンですね。運ばれてですね。この辺で、いや、ここでだからもう、今日もうダメやと、その、西投手分かってますからね。野球誰よりも分かってるから、ここに投げたらいい、ここに投げたらあかんっての分かってるし、これはポイントやと、ここは絶対抑えないかんっていうのも分かってる上で、絶対出しちゃいけないフォアボール出したりですね、絶対打たれちゃいけないところに投げてヒット打たれたりですね、で、初球完全にこうボールから入ろうと思ったフォークボールがど真ん中に入ってきてホームラン打たれたり、こう全然思い通りに投げれてないっていうのはここで分かるわけですから、ここで変えておくべきですね。どう考えても岡本選手のスリーランホームランのところで変えておかないといけないですね。でこの後も結局思ったところに全然投げれてなくてですね、球が浮いたり甘く入ったりしてヒットつながれて丸選手にホームラン打たれるということですから、この2点が余計だったんですよね。で、これで次の回から交代なわけですから、もうそれだったらもうタイミングとしては岡本選手のところでも完全にこれ交代というふうにですね、やっていくべきだったかなというふうに思いますね。はい。で、まあ結局その後ですね、バッテリーごと変わりましたからね、今日坂本捕手に変わりましたから。ということはですね、まあちょっと矢野監督の中では、梅野捕手のリードも、ちょっとどうなんかっていう、ね、ちょっと考えろよっていうことでおそらくですね、まあ交代、まあ懲罰ではないですけれども、交代という形になったんかなというふうに思いますから、この辺ちょっとね、まあ今日ちょっとその、西投手を打たれた場面見てると、少しやっぱりリードもね、気になるかなというふうに思いますよね。なんでここ投げるんやろみたいなところにやっぱ投げて、たかなというふうに思います。巨人の方もね、大城捕手がですね、原監督にベンチの中でこういろいろ怒られてましたけども、まあ巨人の方もちょっとね、リードが、近本選手初球から振ってくるの分かってんのに、いきなり初球に甘いとこ投げてヒット打たれたりですね、まあそんなもありましたので、まあ今日はね、両バッテリーともですね、ちょっとまあピッチャーが不調っていうのもあったんですけれども、その、不調のピッチャーをですね、うまくリードすることができなかったっていうのは両方のチームのですね、キャッチャーの方にもですね、あったのかなっていうふうに思います。要するにコントロールがついてないわけですからね、厳しいとこ投げさしそうと思ってもコントロールついてなかったら、それが甘く入ったらホームランボールになるわけですからね、インコースのね。そういう時はね、もっと投げやすいね、球投げたりですね、怪我が少ない方にやっぱりこう、行かないといけないんだけど、もう強気一辺倒ではやっぱダメっていうことでしょうね。場合によってはその押したり引いたりっていうところも必要なのかなっていうふうに思います。
で、まあ、早めにですね、阪神、継投に入るんですけど、馬場投手もですね、こう、点取られて、これで6対3になって、うわーと思ってたんですけども、巨人の方もメルセデス投手早めにですね、こう、変えてますから、向こうも継投に入るんですよね。で、桜井投手が出てきて、桜井投手から、マルテ選手がですね、見事にこう、ツーランホームランで6対5に追い上げると、これでも試合が全然わからなくなるっていう、そんな、感じだったかなというふうに思います。まあ、巨人の方見てるとね、やっぱり坂本選手すごい調子上げてきたなという感じで、坂本選手が、調子上げてきたから、まあ、岡本選手の負担も少し軽くなって、で、1番吉川、2番松原っていうのもね、まあ、ちょっとね、嫌な感じでね、俊足で左でね、まあ、ヒットも出てるみたいな感じですから、こう1から4ぐらいまでやっぱり巨人の方もですね、つながりが出てきて、点がね、入るようになってきたかなっていう、そんな風に、見えますよね。で、あと、丸選手も、まあ、見てると、まあまあ、あのね、それはまあ、いい時の丸選手と比べたらまだですけど、やっぱりだいぶ上がってきたのかなと。あと、中田選手あたりが、上がってくると、やっぱ打線としては怖いなっていう感じになってきますからね。ちょっと寝てる選手はこのまま眠らしておかないといけないんですけど、だからもう今日なんかもう中田選手、丸選手あたりはもっともっと厳しく攻めていかないといけないと思うんですけどね。やっぱちょっとね、球が甘く入ったりですね。やっぱどうしても、そんなのが気になるかなっていうふうに思います。全員抑えるのは難しいかもしれませんけどね。まあ、調子のいい選手の前にランナーを出さないっていうことと、それから調子のいい選手もホームランだけはなんとか防ぐっていうことがね、やっぱり大事なんですけど、今日はそれ両方できなかったんですよね。坂本、岡本の前にランナー許してしまったりですね。ここでホームラン打たれたらまずいっていうところで 2本もホームラン打たれてしまってるわけですから。ただまあこれをね、まあ追いついて引き分けたっていうのはやっぱ大きいかなっていうふうに思います。で、相手はね、その系統に入ってですね、まあ、桜井投手で、畠投手ね、まあ、ちょこちょこ失点はしてますけども、まあ、いいピッチャーですから、さあ、毎試合毎試合ね、崩れるわけではないっていう、そんなピッチャーですよね。だから、畠投手も非常にいい感じで、中川投手が出てきてですね、だからこの辺もやっぱりその、まあ、万全とは言えないと思いますけどね、その盤石とは言えないと思うんですけど、防御率もね、2点台、3点台、まあ、4点台とかね、そういった選手ですよね、桜井投手のこと5点台ぐらいかな、だから結構、まあ、点は取られてるんですけど、まあ、いいピッチャーですから、この辺がね、繋いで、で、最後ですね、だから桜井投手から2点取ったかな、マルテ選手のですね、ホームランで、2点取って、で、畠投手、中川投手を、は、こう、うまくですね、抑えられてしまって、で、最後、ビエイラ投手がね、出てきたと思うんですけど、これがね、ちょっと、その、いまいちですね、まあ、復帰登板ということで、全然この、なんていうんですか、制球が定まってないっていうところでね、先頭の糸原選手がフォアボールで出てですね、で、ダイソー上田選手がすかさず盗塁を決めて、で、サンズ選手がこれ、もうちょっとでホームランっていうですね、大きい、ツーベースヒットで、6対6に追いつくと。いう感じなんですね。でも、だからこの後がね、ちょっとやっぱ気になったところで、これ、サンズ選手にダイソーを出したのは当然いいんですけど、この後次のバッターが佐藤選手なんですけど、ここにですね、代打島田選手を出して、送りバントさせるんですよね。で送りバントさして、ワンアウト、サードの形を作って、で、代打糸井だったんですけど、ここがですね、やっぱちょっと、まあ、結果的にここ点入らなかったんで、今日引き分けになってしまったんですけど、ここはですね、まあ、糸井選手もベテランですからね、速い160キロぐらいのまっすぐはなかなか打ち返せないと思うんですよ。やっぱまっすぐでガンガン攻めてくるタイプのピッチャーにはやっぱりちょっとね、なかなか苦労してるということですから、もうそれだったら送りバントを下手にさせるんじゃなくて、もうこれも佐藤選手にですね、まあ、期待して、ね、佐藤選手、ほんで代打、まあ、原口選手あたりかな、まっすぐに強いってなるとね、原口選手あたり。で、近本選手っていうあたりで、こうね、行くべきだったんじゃないかなっていうふうに。まあ、もし島田選手出してバントさせるんだったら、次代打糸井選手じゃなくて、原口選手の方がまだね、良かったんじゃないかなって。まあ、どっちもまあね、なかなか、そう簡単にね、160キロのまっすぐね、しかも今日球荒れてましたから、なかなか打ち返すの難しいと思いますけど、ただ三振が一番良くないですからね、サードにいるわけですから、なんとかバットに当てれば何か起こるかもしれないっていうところで、バットに当たらないですね、選手をここで代打で起用するっていうのはやっぱりちょっとまずいなというところですよね。ここはもう変な話、バットに当てられる選手をですね、こう起用しないという、要するに遠くまで飛ばせるというよりかは、バットに当てられる選手というところですから、ここでですね、例えば代打、小畑選手とかですね、この辺使ってみてもよかったのかなっていう気もしますね。それから島田選手をそのまま打たすかですよね。だから佐藤選手をそのまま打席に送ってですね、こうバッティングさして、もしアウトになったら次ピッチャーのところに代打島田選手出して打たすかとかですね、そういった感じで、振りがコンパクトでですね、こうなんていうんですかね、速いまっすぐにこう当てることのできる選手をやっぱ起用しないといけないのかなっていうふうに思いますが、ここが
ね、ちょっと、最後の1点の取りに行き方が、ちょっと今日まずかったんちゃうかな、っていうふうに思います。ここね、なんとかね、1点取れれば、今日ね、勝ててたかもしれないっていう試合、だったんですけどね。だからこれがちょっとね、最後この、佐藤選手に代打島田、で、次のところで代打糸井っていう、ここの攻め方はね、ちょっと個人的には納得いかへんなっていう感じですよね。佐藤選手、信用して一軍に上げてきてですね、で、こう、まあ、使わす、こうね、復調を期待してるわけですから、こういう場面でやっぱりこう、使わないとなかなかね、きっかけってつかめないと思いますからね。ここはもう、信頼してここまで使ったんやったらもうここまでですね、きっちりこの場面でも、しっかりと佐藤選手を打席に送るべきやったかなっていうふうにも思いますし、打席の内容はだいぶ良くなってると思いますよね。インハイの変なね、高めのとんでもない球空振りしたりっていうのも今日ありませんでしたしね、きっちりそこ、見逃してますし、で、ね、外角高めのね、ストレートも、まあ、きっちりとこうね、見逃してるし、で、追い込まれた後、低めのボールもですね、バットにきっちり当ててですね、まあ、今日1個三振ありましたけど、ね、レフトフライを打ったりですね、まあ、きっちりバットには当たるようになってきてますから、もう今一歩で、またね、ヒット出てくるんちゃうかな、というふうにも思いますのでね、その、2軍に落ちる直前の最悪な状態とは、やっぱり今違いますよね。きっちりとボール見えてるのかな、というふうに思いますから、やっぱり使い続けてほしいなというふうに思います、ね、そういう意味で言ったら今日のね場面なんかはまあ絶好のですね復調の、きっかけをつかめるようなですね、場面だったかなと思うんですけど、ここに代打出したのはちょっとファンとしては残念かなというふうに思いますね。はい。で、まあ、6対6同点になってですね、まあ、9回の裏ね、スアレス投手がこれ抑えないとですね、サヨナラ負けになってしまうんですけど、昨日ね、2失点したばっかりで、ね、ちょっとやっぱりその、まあ、不安もあったと思うんですけどね、やっぱこの抑えピッチャーっていうのはですね、打たれようが何しようが、次の日もまた出番があったら投げないかんっていう、もうほんまに大変なですね、仕事やなと思うんですけども、今日もですね、その先頭松原選手は抑えるんですけど、坂本選手にですね、センターを抜けるツーベース打たれるんですよね。で、ここもね、坂本捕手なんですけど、リードがこれインコース一辺倒だったんですよね。インコースにひたすら投げてですね、最後インコースの球をこう逆方向に打たれるんですけど、これはもうだからインコース打つの上手いの分かってるわけだし、これ下手したらホームランもあり得るですね、場所ですね、インハイっていうのはね、ちょっと甘くなったら、坂本選手だったらホームランになる可能性もあるわけですから、いくらですね、スアレス投手がまっすぐ速いと言ってもですね、インコースで追い込んだら、勝負球はもう外角でいいと思うんですけどね、なんでそこまでこうインコース攻めにですね、こうこだわるのかっていうのがですね、意識させるのは当然必要だと思いますけども、打たれたら意味ないわけですから、こういう場面はですね。で、今日みたいに、結局ね、今日、そのね、西投手もですね、このスアレス投手もこれ坂本選手にインコース攻めして打たれてるわけですから、これやっぱりちょっとやっぱ打たれたらまずいですよね。もうちょっとなんかね、こうやりようなかったんかなって思いますけどね。で、結局ワンアウト満塁の大ピンチまでこう広がるわけですよね。で、ここでですね、ワンアウト満塁ですから、当然、内野前進守備を引くという。で、バッターが丸選手ということで、丸選手ね、ちょっと復調気配があるから、ちょっと嫌やなとね、満塁ですから、フォアボールも出せませんしですね、もう何があってもですね、もう外野フライでもダメっていう感じで、でヒットやったら当然さよならっていう場面なんですけど、ここでですね、低めの球を逆方向にですね、丸選手がうまくカーンと打ってですね、あ、これ、三遊間抜けたと思ったんですけど、これ横飛びでですね、中野選手が抑えてですね、すかさずホームにですね、送球をして、ワンバウンドになったんですけど、これを坂本捕手がですね、すくい上げて、サードランナーをですね、封殺、本塁封殺で、アウトにして、ここでさよならのですね、大ピンチをこう免れるという、これ中野選手、この超ファインプレーと言っていいと思うんですけど、これが今日大きかったですよね。まあ、もちろん阪神からしたらですね、今日の試合は、序盤は阪神の流れでいけそうなところをひっくり返されたんで、本当やったらこう勝たないかん試合だったんですけど、もう途中から流れ巨人に行ってましたから、これ追いついて引き分けに持ち込めたっていうのはですね、まあ、どっちのチームも痛いなーっていう感じだと思うんですけど、やっぱ阪神の方はどっちかといえば勝ちに近い今日は引き分けだったかな。昨日はね、やっぱり勝たないかん試合を引き分けてしまったっていう、ちょっと負けに近い引き分けかなと思うんですけど、今日はどっちかというと勝ちに近い引き分けかなというふうに思いますから、まあ昨日の引き分けと今日の引き分けで、まあトントンかなっていう、そんな感じですかね。まあとにかく今日は中野選手が素晴らしかったなというふうに思います。昨日もね、いいプレーありましたしね、最近なんか守備でもね、いい動きが目立ってますし、なんか中野選手あたりはその優勝絡んで
できたりしてこうね、佳境に入ってくるとこうプレーが良くなるっていう、そんなタイプかな、大舞台に強いんかなっていうふうに思ったりもしますので、変にプレッシャーかかって硬くなったりとかじゃなくて、よりこう攻めの気持ちっていうのは出てくるタイプなんかなって思ったりしますから、結構ね、期待はしてます。ここからね、さらにですねパフォーマンス上げてきてくれるんじゃないかなっていうふうにも思ってますので、まあ明日以降もですね、楽しみにしたいなというふうに思います。はい。まあ、ということでですね、まあ、今日は、引き分けたということで、ヤクルト勝ちましたから、ちょっとね、離されたということですけど、まだね、全然わかりませんので、やっぱりここね、この巨人3連戦、なんとかね、勝ち越して、行きたいなというところですから、ただ今日引き分けてしまいましたから、もう明日、明後日ね、連勝するしかないということで、明日ね、高橋遥人投手が、この間すごいいいピッチングしましたから、明日もですね、そんなピッチングを期待したいなというふうに思います。で、相手菅野ですからね、なんとかですね、もう、とにかくこれも高橋遥人がずっと0点で行くしかないわけですよね。ほんで、隙見てですね、なんとか点取って逃げ切るっていうですね、これ本来の阪神の形で勝つしかないと思いますから、明日は高橋投手に期待をしたいなというふうに思います。はい、ということで今日はこの辺りにしたいというふうに思います。また明日ですね、試合の後にお話ししたいと思いますので、また明日よろしくお願いします。最後までお話聞いていただきましてありがとうございました。さよなら。